田アナウンサーの大好物でもあるアップルパイの話題です。はい、あのスイーツ大好きなんですけれども、うんうん、その中でもアップルパイかなり好きなんですよね、はい、ということで今回はアップルパイとリンゴジュースの専門店にお邪魔しました。こちらをご覧ください。盛岡市中野橋通りの複合商業施設モナカ、今年7月のオープン以来多くのお客さんが訪れています、うんうん、モナカの1階にやってきました。こちらではさまざまな食を扱うお店があるんですが、今日お邪魔するのはこちら、かわいいアップルパイの専門店です。モナカ1階かわいいアップルパイの専門店は、手作りのアップルパイとリンゴジュースを主に販売するお店です。スタッフの小笠原さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのお店はリンゴのパイであったりジュースが人気のお店ということですが、どんなお店なのか教えていただけますか。はい、はい、上田にある酸っぱいリンゴの専門店の姉妹店となっています。なるほど。リンゴの酸味にこだわり、さまざまな商品を取り扱っています。どうしてまたリンゴの酸味っていうところにこだわりがあるんですか。はい、はい、あの岩手県内いろんなリンゴがあるんですけれども、甘いリンゴだけでなく酸っぱいリンゴもあの多く栽培されているということで面白いなっていうところで、はい、特徴品を作り始めたっていう感じです。なるほど、はい、酸っぱいリンゴの魅力も知ってほしいっていうことですね、はい、そうなんです。こちらは酸っぱいリンゴに特化した専門店で、看板商品の一つがアップルパイです。美味しそう。実は私スイーツ大好きで、中でもアップルパイ大好物の一つなんです。書いてたんだ。書いてるんです。リンゴの種類としては、リンゴの種類としては、中はコーン玉とブラムリーが今使われてますが、季節によって変わります。あ、季節によって変わるんですね、はい、で、はい、今の時期は、はい、紅玉とブラムリーっていうことなんですね、はい、それぞれ作る上でのポイントというかこだわりはありますか。はい、あ、そうですね、店内で生地を手作りしてまして、で二戸産のバターが香る、はい、美味しいバター生地となってます。バターたっぷりの生地と酸っぱいリンゴのフィリング、美味しそうですね。美味しそうです。はい、いただきます。いい音。うんうんうん、酸っぱいおあ、でも美味しい。結構やっぱり酸味が最初にどっと来るんですけれども、バターですか。バター県産のものなんですよね。そうですね、はい、結構コクがあって、はい、最初酸味がドンと来るんですけれども、そのバターが包み込んでくれて、で、このなんといってもこのパイ生地、はい、サックサクですね。ありがとうございます。酸味の効いたリンゴならではの美味しさでした。リンゴの種類は時期によって変わるそうです。そしてこちらのお店、店頭の一角でお団子の販売もしています。実は今年盛岡の老舗団子店の一部店舗を事業継承し、醤油団子やお茶餅などの盛岡団子も製造販売しています。アップルパイと合わせて買い求めるお客さんも多いそうですよ。さらにこちらには全国から注目を集める酸っぱいリンゴを使ったもう一つの看板商品があります。はい、それがこちらのジュースです。はい、こちらのジュースは品種ごとに作られていまして、レベルが付けられています。数字が低い方が甘く、数字が上がるごとに酸味が増していきます。そうなんです、こちらは酸味の強いリンゴを使ったリンゴジュースです。実はこの商品、日本最大級のお取り寄せ情報サイトお取り寄せネットでおよそ8000商品の中から今年のベストお取り寄せ大賞に選ばれたんです。全国最大級のお取り寄せ情報サイトお取り寄せネットにて今年大賞をいただきました。具体的にどういうものが賞を取られたんですか。はい、ジュース6本ジュースのセットですね。はい、リンゴジュースは品種による酸味の度合いで6段階に分かれています。こちらはレベル4、品種は紅の夢です。
あ、わ、爽やか。すごい飲みやすいですね。はい。しっかりとこの最初に酸味がドッとくるんですけど、うん、後から甘みが来て、すごく最後中和されて美味しいです。うんうん、さらに酸っぱさレベル5、その上の X へと続きます。いただきます。おお、酸っぱいですね。うわ、あ、レモンみたい。ね。うわ、全然違う。ちょっとびっくりした。ちょっともう一回。はい。お、ツーンという酸っぱさがきますね。はい。おお、目が覚めました。おはようございます。おはようございます。え、皆さん今みたいな反応されません？あ、そうですね、わっとかこうくさっとなったりとか、はい、皆さん結構衝撃を受けて、酸っぱいものを口に入れた時に身震いブルブルってするじゃないですか。そうですね、そんな感覚がありました。はい、アップルパイ、はい、そしてリンゴジュースですけれども、うん、美味しそうでしたね。表情どうでした？僕酸っぱそうでした。酸っぱそうな顔が本当に酸っぱいんだなっていうのが伝わってきました。でも酸っぱいがすごく美味しいにつながるんですよね。甘みもちゃんとあったりして、はいはい、こちらバターの、ね、風味も良くて、あと生地がサクサクなんですよ。なるほど、酸っぱいからこそこのバターですとか、はい、あのパイの風味っていうのも生かされて、そのフィリングっていうのがいいんですね。そうですね、これ店内で手作りしたパイ生地ということなんですね、うんうん、はいはい、そしてリンゴジュース、こちら日本最大級のお取り寄せ情報サイト、お取り寄せネットで8000商品の中からナンバーワンです。8000商品の中からナンバーワン、すごいですよね。6本セットなんですけれども、はい、段階6段階さっき酸味で分かれてたんですけど、うんうん、それが全て味わえるということで、わー、飲み比べできるんですね。そうなんです、飲み比べできるっていうのがね、何お土産にもぴったりですよね。そうですね、魅力かもしれません、はい、それではお問い合わせいきましょう。かわいいアップルパイの専門店は盛岡市もなか1階にあります。営業時間は10時から夜7時までとなっております。ぜひお越しください。はい、でここまでアップルパイと酸っぱいリンゴジュースの話題をお届けしました。